パジャマじゃないけども、こんばんは、服ありがとうございます。今日は喋り会でした。家に帰ってきてパジャマ着、確かにもう洗濯機ぶち込みました。こんばんは。なんかさ、パジャマってさ、なんか普通の私服よりさ、家の匂いめっちゃついてません？なんか悪い意味じゃなくて。こんばんは。今日すごい思って、なんか家でさ、なんか服着ててもさ、あー家の匂いするなって思わないけどさ、外でさパジャマ着るとさ、めっちゃ家の匂いするって思って、いやだから、あーお家だーと思った。ちょっと何言ってるか分かんないけど、こんばんは。よいしょ。そう、今日はパジャマでした。結構あれ保温性高くて暑かった。インスタを上げたので見てください。おしゃべり会、そうなんです。平日はそうなの、土日より時間が早くて、なんか目にゴミ入った、時間が長くて。なんかありがとうございます。だからみんなお気をつけて。インスタの写真のポーズこれ？これかな。なんか最近よくしちゃうんだよね。やばいやばい。超私服、暖かそう。暑かった暑かった。そう、こんばんは。そう、でもなんかみんな今日私服でさ、一人でパジャマ着てるのちょっとさ恥ずかしかった。そう、でもあさってははるかとのお揃いなんですよ。あのね、そう楽しみにしててね。で2月6日がね、あのね、私鬼になるんです。でも2月6日って日曜日、土日だからあの5分あるんですよ、ありがたいことに。だからずっと一日中鬼でいなきゃいけないのがちょっと恥ずかしいんだけど、ちょっと楽しみにしてて。ちゃんとちゃんと鬼になるから。あと今絶賛オンライン受付中でございます。バラありがとうございます。結構バレンタインの時に、あ、そう、もうすぐさ、みんなにさバレンタインどんな萌え台詞言ってほしいっていう募集をしようと思って、またなんかそういうメール、懸命のメールを送ったらぜひ反応してくださると嬉しいです。で今回の萌え台詞のやつ、2月18日のやつはあれにしようと思って、お金ありがとうございます、小判ありがとうございます、あのみんなにさ何個か1番2番3番4番でさ萌え台詞集を作ろうと思って、なんて言うんだろう、だからしゃべり会来た、すいません、あの1番言ってくださいとか言ってくれたら、そう、選択式にしようと思って、だからあのぜひ青がちょっとメールでさ募集かけたら送ってきてくださると嬉しい。あのじゃんけんじゃないよ。そう、あのね、オーサムの時にねじゃんけんにしてね、私なんかすごいじゃんけん勝っちゃってね、俺青の萌え台詞聞けなかったよって言われちゃったから、お任せお任せありだけど、クオリティには責任は持てません。
そう。そう、バレンタインね、ちょっと楽しみにしてて。そう、まだバレン18日からはまだ受付中なので、ぜひ会いに来てください。でもさ、2月はさ、おしゃべり会が3日しかないのよ。意外と少ない。1月が多かったのあれ、意外と少ないよね。こんばんは。そんな感じ。3月20日はね、これはもうツイート見た方がいい。まだツイートしてなかった。3月20日はね、あおくんに返信するって。あ、そうそう、これ何しようかなって考えてたんだけど、あおちゃんが男の子になる日、どんな感じがいいんだろうな。調べてみよう。青太郎、こんばんは。2月は2月6日と18と19です。こんばんは。ね、そう、今日今も下書き入れてて、ツイッターに。でもさ、10時まで配信するけど、ツイッター10時までしかできないからさ、ちょっとショールーム中にツイートするかもしれない。こんばんは。ウィッグかぶるまではね、いかないと思うけど、ちょっとね、考えてみるね。そうそうそう。でもさ、もうさ、あと何回？あ、でも結構まだあるか。すごい、怖いな。どんどん減ってく。まあそりゃそうなんだけど。おしゃべり会、おしゃべり会めっちゃあんじゃんと思ったけど、だってもう、4回もやったのか。早いね。こんばんは。でも楽しみ、めっちゃ。でも4月とかでしょ。ってことはさ、4月とかの予定もう出てるってことは、もうその時とか3期とかもう決まってたりするのかな。ドキドキだね。こんばんは。それも女の子のファンとか、青の男の子、青が男の子に変身したら女の子のファン増えるかな。そんなことある？そんなことある？なんだこのかっこいい子はって言って増えるかな。こんばんは。元気で。どうなんだろうね。なんか本当にさ、コロナの状況が読めないからわかんないよね。5月とかどうなってるんだろうって感じ。今すっごい大変だけどさ。でもどういうこと？あおちゃんイケメン間違いないから増えるかもしれないよ。そう？私ってどうなんだろう。あんまり、だって私が男装したことあるのはあの生写真的だけなの。だからあれだけど、でも本当にガチガチにやったら本当にニーヤになると思うよ。
服ありがとうございます。でもあのスーツの時の、まあ、あれは結構めめしさめっちゃ残ってたけど、あれミヤに写真送ったら、いや全然似てない、俺の方がかっこいいって来た。兄ちゃんはイケメンなの？普通です、普通、自称自称自称。そう、古舘家のお兄ちゃんとお父さんは自称なんですよ。ね、スーツの時の名前しね、大変だったんだから、もう笑っちゃって笑っちゃって、いいよ、ニコでした。あのね、この前ね、実家帰った時にね、ニアンの服ちょっと盗んできたんですよ。でも着てないやつを盗んできて、それを次のナムジェシンのやつでちょっと着ようかななんて思ってたりしてるとこ。結構上のねトップスとかだったらね、全然ね大きくても大丈夫、ズボンは大きいよ。ヘラついたままの持ってきた。それは大丈夫です。そう、ニアンのね部屋からね、パパのはなんか、パパの服はさ、もうお父さんって感じじゃん。だからあんまあれだけど、あおちゃん実家にテレビカメラ入れるのは OK？ うーん、どうなんだろう、ママは全然大丈夫ですよ。パパか、パパも別に全然大丈夫です。どう、どうなん、どう、そんな見せられるような家に住んでないですよ。なんかすごい無機質な家だけど。こんばんは。ママはめっちゃノリノリだと思う。服ありがとうございます。結構さ、今日の日刊さんかな、あのひのちゃんのその新番組関連で日刊さんの取材のやつで、結構その新番組についていろいろ書いてあったりとかしてたんですけど、そう、まあ、まだ見てない方はぜひ、ちょっとね、ワクワクなこととかも書いてあったりして、時々かな。そうそうそう、あのね、青がの、なんか青が乗ってたわけじゃなくて、番組の説明の中でちょっとテラヒナと青とヤヒがさーって見てみて、日刊スポーツさん、新潟版。うん、そう、写真じゃない、写真じゃない、そう、これみんなに言っていいよね、でも出てるからね、そのまま文読もう。そう、あの、そう、
あの第2回と3回の放送に出させていただいてます。アイドルってなんだそうなので、ちょっともう楽しみに。そう、本当にもうだってすぐだよね、放送始まるのが。楽しみ、めっちゃ。福ありがとうございます。月曜日に新潟一番に出演するんでしょ。そうなんですそう、あのその新番組の放送の日の月曜日の、そう、新潟一番さんに美晴さんとはるかでお邪魔させていただきます。初めてなの。はお、だって私学校から帰ってきたらさ、いつもさ新潟一番がついてるから、すごい、あん中飛び込むんだって感じありがとうございます。そんな感じだから結構みんなも忙しいよね。そう、 TVer さんでも見られるんですよ、アイドルってなんだが。そう、見れるから結構県外の方もいっぱいチェックしてくださいね。ありがとうございます。そう、この前美容院行った時もなんかそう宣伝 してきた。新番組が始まるんですよ。でも TVer さんだとその放送終わった後に配信が始まるから、まあちょっとあれだけど、でもぜひ見てください。新潟の方はでもちょっと夜遅いからさ、あのね、明日の仕事の時間とかも見つつ見てくださると嬉しいです。第1回に映るかね、どうだろうねどうだろうね、私もまだわかんないからすごい楽しみ。こんばんは。そんな感じ。でも結構なんかもう広告流れてる、広告広告だと YouTube の言い方、 CM が流れてるんですよ、予告が。アイドルってなんだの予告が流れてるんです、たまにってなる。いつも結構さ、あのデッキーの CM とかも新潟流れてて、あのマシとかが出てるやつ、なんかメンバーがさテレビさで出てるの本当にさなんか不思議なんだよね、なんかめっちゃ変な感じするの。なんかメンバーって本当に身近な存在だから、身近な存在の子たちがテレビにいるとなんかすごい、パオとテレビとこんなに距離近いのかと思って、自分を見るのはもう自分として見れないの。なんか自分ここにいるのになんでそっちに自分いるのってなるから、すごい別人みたい、なんか誰って感じなんかここにいるのになんであなた私はそこにいるんですかっていう、ちょっと難しいんだけど、そうだる不思議だよね。でもなんか
それこそ歌番組とかだと、なんか自分はずっと歌番組を見てた側だったから、まあ今もだけどね、だからそこに自分がアイドルとして NGT として歌歌って曲やって、そのカメラで抜かれてるのも、そのへへって感じこれ私って感じ。そんな感じね、自分がテレビにいるってすっごい変な感じ、ね、でも嬉しいな、なんかテレビって。ありがとうございます。火曜日学校行ったら話題になるかも、新潟一番出て。でもあの年末に NST さんの学校のお宝拝見しますに出させていただいたんですけど、学校の子に誰にも言われなかったんだよねテレビ出てたねって言われないんだよね。そうそう、言われないんだよねそれはただ単になんか私のコミュニケーション不足もあるのかもしれないけど、言われないんだよね深いありがとうございます。そうでもたまに言われる、あのさ前の NST 祭りの時のやつとか言われた、出てたねって言われた、嬉しい。なんか小さい頃テレビ出演ないと思うよ、ないないけど、なんかなんだっけ、あのね、何の番組だっけ、あ映ってないよ、映ってないんだけど、あとありがとうございます。なんかあのホテルの美味しいレストランになんかテレビが来てて、で家族でホテルでご飯食べてた時にテレビのロケが来てて、でえママすごいテレビだよって言って、なんか あからさまにそのカメラで抜かれるとこ抜かれるんじゃないかなっていうところをママと一緒に通ったの後ろハートありがとうございます。でもそこは使われず、パパがなんかそのちょっと映ってたけど、でもその古田的にとってはその家族の一員がその後ろ姿だけだったけどテレビに出てるってもうすごいことだってなって、多分今でもねめっちゃ2012年とか13年とかの時の番組だと思うんだけど、今でも録画残ってる気がする初期ありがとうございます。古田葵です。そうすごいテレビだよ、こんばんは。まだまだあると思うよ録画あれ。そうパパすごいテレビ出てんじゃん背中だけだけどってこんばんは。全然だからテレビ出たことないです、ちっちゃい頃。うん、なんかすごい、でも「お母さんと一緒」とか
に出てる子たちが羨ましくて、そうママに言ったけど、もうちょっとでかすぎてダメだった。テレビの天気予報見て背景自分の学校やんって思った。天気予報に映るのすごい。え、ちょっとそういうのすごいね。なんか全然ないもん。あ、本当に台風中継で新宿駅でピース絶対 してないよ。だるまありがとうございます。でもなんかさ、新潟駅とかでその新潟の情報番組さんの街街頭インタビューみたいなのがたまにテレビのカメラとかがいるの、新潟駅に。そうで、なんかすごいなんかど、なんか声かけられないようにめっちゃこうやっていつも通ったりするの、そういう時に。でも一回すごい追いかけられたことがあって、あ、すいませんみたいなって言ったけど、ちょっとこうやってありがとうございます、こうやって言ったりした。あれさ、青映ったらどうなんだろう。普通にさ放送されるのかな。だったら全然そうですね、今の政治ワードが。どうなんだろう。でもさ、メンバーでさそういうの出てる人さ見たことないからさ。なんかどうなんだろう。でもやっぱりあんま良くないんだろうなと思って、いつもちょっとこうやってやっちゃうんだけど。そう、でも全然こんばんは。すごい。そうか。でも私はマスクしてても全然、なんかメンバーに言われるの、青ってマスクしててもマジで顔隠れないよねって、なんか誰だか分かるよねって言われる。街あれですか。新潟は全然ない。新潟やってんのかな、そういうのも。やってるか全然ないと思う。私本当にそういうキラ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 オーラ出しながら歩けないもん。歩いキラキラオーラ出して歩けないもん。なんかアイドルでいる時はキラキラ感出さなきゃなって思って頑張るけど、本当にずっと新潟ってやってんのかな、そういうの。あんま聞かないけど。あ、確かにコロナだからね、わかんないですよ。どうなんだね。マジでおいちゃん見ても気づかない自信ある。本当？言ったね。どうなんだ。でもさ、結構あれよ、公演の日とかさ、バンダイ歩くとさ、結構ユナコって書いてある T シャツとか着てる人を見たりするしね。結構ね、グッズ持ってる人見たりするよ。でも全然声かけられないから。
そうそうそう、時間帯見て、ああもうすぐ声終わる時間だからみんないっぱい劇場から出てくるかなと思って失礼するけどね。でも全然なんか、あおちゃんってやってもらったら全然あーんってってやるよ。でも本当に、はい、あでもこの前質問箱した時に来たの、この前どこの子にいましたよね、すごいあおちゃんにの可愛い子だなって思ってましたっていう質問が来て、私なんかバレてたと思ってあまりそういうのないから嬉しかった。一応推しのはずの人が別のメンバーの知識をつけてたら、まあ、それは結構あれじゃない、なんか実際会うないとかでもさ、なんかそういう問題っていっぱいあるじゃないですか。でもあんまりないんだけど、今はなんか昔めっちゃ会ったとかわけじゃないけど、あんま私まだないんだよね。なんかたまにあるけど、でもあおちゃん推しでいてくれてるならもうちょっとええー、と思うけど。バンダイの花屋さんであおちゃんこの前よく撮る恥ずかしい、なんかめっちゃすごいなんか、えマジバンダイの花屋さんでしょ。でもバンダイ行くからね普通に、だってなんかどこ新潟でどこ行くってなったら絶対まずバンダイだからね。バレてるな、ちゃんと歩かなきゃ、まあ、ちゃんと歩いてるけど恥ずかしいな。それすごい恥ずかしいな、なんか「あーちゃんここ、この道よく通るんですよ」って言って。あーちゃん歩き方に、え、でも最近ねちゃんと矯正し始めてるんだよ自分の。でマネージャーさんにめっちゃ言われるの、なんかこの前のそのあの年末の番組に出させていただいた時もマネージャーさんに足って小声で言われて、あの分かってます言ってたよ、ずっと。難しいな、めっと。すいません、ちょっとツイートするね。みんな反応して。合ってるかな、なんか走り方、私最近ね自分って変だなと思うことが時があって、なんか変だなとか、なんか家にいるとなんか誰にも見られてないっていう安心感からすごい変な行動しちゃって、家の中でも短距離で走る、ん？短距離の移動だけでもこうやって走るの最近。それが最近やること。
だからすごい移動速度が速いです、家の中。でも家の中って結構走りたくなっちゃう。実家とか特にそう、実家階段登る時も帰って誰かこうやって登る。最近はこの前お正月帰った時やんなかったな。ダッシュする、なんかダッシュっていうかささ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 家の中、スリッパじゃないです、素足。階段ママさん怒りそう。それに関しては何も怒られないけど、何も怒られないか。なんかさ、すごい小さい頃からの、なんか小さい時、本当に小さい時って言っても本当に赤ちゃんの時ね。でまださ階段をさしっかり登れなかったの、やっぱり歩けても階段って登れないじゃないですか、赤ちゃんって。だからその時に幼稚園くらいの時もずっと四足歩行で階段登ってたの。その癖がね結構ずっと続いてて、小学生の時まで。で今もその癖で、あ、さすがに家以外の階段ではやらないよさすがに家以外の階段ではやらないけど、家の階段ではやります。早く登りたいんだもん。だってこんばんは。でもね、あれ結構怪我しちゃうからね、すねにあざできちゃうの、あの登り方って。だからもうおすすめしないけど、早く登れるよ。でもそのめっちゃ高速で四足歩行で登るとやっぱりスピードある分すねに当たった時の衝撃がすごいので、そんな感じって言っちゃう。うん、そんな感じって言っちゃう。でも私階段登るの四つん這いじゃなくても早いんですよ私ね一段飛ばしめっちゃ得意なの、階段の。学校の階段の一段飛ばしめっちゃ早いな。誰にも負けたことないの。最近は競争、誰とも競争しないし、ちゃんと一段ずつよいしょよいしょって登ってるけど、本当にね一段飛ばし得意なんだよ。いやどれくらいのさ、急所の階段って言ってもどれくらいの角度にはよるけど、学校の階段はね全然できる。階段登り競争、
え、結構自信あるよ。多分 NGT で階段上り競争選抜あったらフロントまではいけると思う。木登りしたことないけど登り棒は得意でした。でも木登りと登り棒って違うか。登り棒ね、私めっちゃ得意で、なんか登り棒とか運転とか鉄棒とかめっちゃ得意で、幼稚園の時に、私幼稚園の年少さんの時だから3歳4歳の時から運転一段飛ばし一個飛ばししてやってたりとか、鉄棒も年中さんの時から空中逆上がりできるようになってたんですよ。なんか運動神経良かったの幼稚園の時で、すごい幼稚園の警備員さんにめっちゃ青猿青猿って言われて、そう、私猿だったの。青猿って言われてた時期があったくらい運動神経良かった時期があったんだよ。そう、逆上がりめっちゃ得意だったから、めっちゃ得意だったのはすごいでしょ。そう、青猿すごい覚えてる。あ、2本飛ばししてた。でもその運転の幅にもよるけど。そうそう、あ、もう猿だったんだよ。猿ありがとうございます。あとね、跳び箱も得意でした。跳び箱得意で、あの、その、跳び箱得意で、跳び箱の授業、跳び箱の授業参観に跳び箱の授業があった時だけパパに来ていいよって言ってた。他の授業は見られたくないけど、跳び箱なら、あの、見てもいいよって言ってました。さらありがとうございます。でも小学生のなんか小中でさ、跳び箱の高さって違うじゃないですか。中学の8段飛べたかな、ちょっとあんま覚えてないんだけど、中学で跳び箱やった記憶あんま覚えてないんだけど、小学校の時はね8段全然飛べてました。そう、え、50m はそんな速くないですよ。8秒5か6くらいの時です。こんばんは。うん、今走ったらどうなんだろう、わかんないけど、めっちゃね、跳び箱めっちゃできちゃうんだよね。何やったっけ、体育って。高跳びやったことない。高跳びって棒使う？使わないか。やったことないの、高跳び。そう、授業でやったことない。縄跳びうまそう。縄跳びね、二重跳びまでしかできない。はやぶさとかできない。竹馬できる。
竹馬ね、めっちゃ好きでね、私学童行ってたんですけど、その時に竹馬ってめっちゃハマって、パパに竹馬欲しいって言って、そしたら鉄の馬鉄の竹馬を買ってくれて、多分まだ家にあると思う。鉄の竹馬、鉄だからシャンシャンシャンっていうの、鉄の音がするの。あ、一輪車もね乗ってたよ。私そのローラー系も結構コンプリートしてて、ローラースケートもやって、あの家にあって練習してたから、そのローラースケートもできるし、だからあのアイススケート、アイス氷のやつも回れたりとかしないけど、めっちゃ速く滑れるあとあれもできるよ、ブレイブボードってわかるかな。あれブレイブボードって言うよね、なんかスケボーじゃないんだけど、スケボーのちょっと進化版みたいな。ブレイブボード、あ、そう、ブレイブボードがすごい、なんかうちの住宅街の子供たちは一人一個持ってて当たり前みたいななんかあって、で青もすごい欲しくて、あのおばあちゃんに買ってもらって、そう、グネグネするやつがあって、それめっちゃ得意でめっちゃ極めてて、あの段差登れるようになったの、そのブレイブボードそう、ブレイブボードで段差登れるまでやったりとかしてた。スキー、スノボーできます。でも私 NGT 入ってからちゃんとスキーできるようになって、あの生写真の撮影の時にスキー場行った時に練習したらスキーできるようになってスノボーは私お父さんがどっちかというとスノボー派なので、なんかやるってなった時にいつもスノボーやってたから、スノボーやってましたけど、もうできるか分かんないけど、多分練習したらできると。福ありがとうございます。そう、でもスキーね、あのそうスキーって、私なんかスキーってさ、こう行ってさ、こう行ってさ、スノボーもそうだけどさ、こう行くじゃん。でも私スキーってこういうものだと思ってたなこういうものだと思ってたから、その何ずっとこう一回ね、初めやった時こうやったんだけど、すごい止まんなくて、ああもうこのまま死ぬんだって思ってた時あったやばいやばいやばい、でもこれ多分このままなんかやばいと思って転んだら絶対足折れるって思って、もう怖いながらに、もう地面がまっすぐになるまでにちゃんとバランス取っておこうって思ってはい、ありがとうございます。そうちゃんと、しかもそれもさ、リフトに乗って行くやつだったから、結構高いところから滑ったの、しかも一人で、そう滑ったんだけど、やばい止まんない止まんないって言って、そうこうやって行ったり、でもね怪我しなかったよ。でなんかそれで NGT 入ってスキーやった時に、あスキーってこうやって行くもんなんだって思ってからできるようになりましたそう、
もう死ぬかと思った。あん時めっちゃ覚えてる。小学校5年生とか4年生の時だったんだけど。3月に青ちゃんの書類会、ああありがとうございます、待ってます、ありがとうございます。でもスキーしたいな。いやでもスノボーしたい。でもスノボーはパパのレクチャーないと多分感覚取り戻せない気がするパパとずっと言ってました。かわいい、ありがとうございます。バランス感覚がすごいな。バレ、あ、多分そうだと思う。すごいなんかいろいろトータルされて私の命守られてる感こんばんは。パパさんボード、パパはねスノボだけです。あとパパサーフィンも好き。最近もしてないって言ってたけど、パパねサーフィンね、あの行ってたって言ってた。あら、俺ハワイ詳しいからってめっちゃ言ってたよ。みかありがとうございます。スノボはねしないよ。それはスノボだって、スノボってできなくない、こうやって。だって横じゃん、こうやってソリはおじいちゃんが得意です。ソリは東京からだと、私岩手に行ってました。おばあちゃん家のあるとこ。あとね埼玉とかの、埼玉の室内のとことか行ったりしてた。え、あおさ、じゃあスノボーさ、今横滑りしかやったことないかも横滑り縦滑りしたことないかも。横滑り専門かも。あ、そう、狭山、狭山めっちゃ覚えてる。狭山ね行った覚えある、めっちゃ昔で。すごい周りにすごいできそうな子いっぱいいて嫌だった。めっちゃ覚えてるハートありがとうございます。そう、車乗って行った。古舘さんって乗馬や竜なんちゃらば、なんだなんだ、全然乗馬なんてしたことないよ。馬と仲良くできなさそう。できるかな。ブサメって何？知らない知らない。西武遊園地って西武園のこと？西武遊園地って西武園？西武園って何？あれあっ、豊島園はいっぱい行ったことあるよ西武園、あ、西武園ね、あるあるあるけど、西武園より豊島園の方が行ってました。え、だとさ、友達と映画見るときさ、豊島園の映画行ってたすごい地元バレそうな話してる。はい、ということで今から明日の夜ご飯を発表したいと思います。イエーイ。超特急でいきますね。今日は唐揚げなので、明日はじゃあね、
日の夜ご飯はじゃか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 じゃん、ブロッコリーです。ちょっと今日はパッて思いついたのがブロッコリーだったので、みんなブロッコリー好きでしょ？でもね、たまにいるんだよね、あおちゃん推しなのにブロッコリーが食べられないですって人たまに聞く。いっぱいなんか具材入れて炒めたらごまかされると思います。はい、ということで明日の配信時間は夜の20時から配信します。今日と同じじゃないです、昨日と一緒です。クリニック20時から配信します。スクショタイム、私はブロッコリーは塩です。これこの前もやったな。取れた？ということで、ぜひぜひオンラインおしゃべり会受付中でございますので、ぜひ会いに来てください。ということで今日のランキング見ます。いきます。13位、文ちゃんさんありがとうございます。12位ポンポンさんありがとうございます。11位 MS さんありがとうございます。10位シロタンさんありがとうございます。9位大関さんありがとうございます。8位忘れたヨアミさんありがとうございます。7位タカラさんありがとうございます。6位新潟カズさんありがとうございます。5位キンドウさんありがとうございます。4位ジンさんありがとうございます。3位五つ星のコルベトさんありがとうございます。2位ヨクーさんありがとうございます。1位おじゃさんありがとうございます。皆さん今日もありがとうございました。インスタあげたのでいいねしてください。あと、あ、そうです。今日ありがとうございました。でもあさってまた日曜日におしゃべり会があるのでまた会いましょう。明日もショールームするけど、ありがとうございました。おやすみなさい。また明日ね。